YouTube ご覧の皆さん、こんにちは。岡田博です。皆さん、俺今松本駅にいるんですけど、これ皆さん見てください。相当混んでます。これものすごく混んでます。もう大混乱ですよ。これ何があったのかっていうと、なんとですね、かわいそうなんですけど、篠ノ井線が、村井と広岡間で踏切事故が起きちゃったせいで今運転見合わせなんですよ。これ皆さん見てください。もう運転見合わせですよ。ちょっとわかんないかな。あ、もう運転見合わせですよ。皆さん見てください。いや、運転見合わせの現地レポートってこれ初めてなんですけど、もう大混乱で人で溢れてますよ。これ大都会の品川や渋谷や新宿だったらこれもっとやばいと思いますよ。これで運転再開のめどは今のところ立ってないんで、これネタになるかなと思ってちょっと動画だけ撮っとこう。いや、これ皆さん見てください。もう全部運転見合わせですよ。これはい、運転見合わせ、運転見合わせ。